てっぺいチャンネルです。今日もですね、てっぺいコレクションから一部を紹介したいと思います。今日は五本頭の兜でん。可愛い兜ですよね、はい、愛嬌があってで、魅力的なのはやっぱり名前の通り五本頭の兜ということで、はいはい、五本っていうのがある、頭角に4本で頭角に1本、まあこれ東南アジアに生息するあのカブトムシなんですけども、比較的優しい価格かもしれないですね。あ、そうなんですか。はい、5000円出せば買えるんじゃないかな。あ、そんなもんなんですか。はいはいはい、5000円出せば買えるんじゃないかな。なるほど。で、見た目にそぐわないで好戦的じゃなくて、どっちかというとおとなしいんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。見た目だともうイケイケっぽいんですけど、はいはいはい、多分自分で体ちっちゃいから分かってるのかも分かんないですけどね。なるほど、うん、やっぱり強さは体重ですから。あ、そうなんですか。そうです、強さやっぱ生物の基本は動物界もそうですし、はい、中間も全部強さは大きさなんですよね、はいはいはい、なのでみんな威嚇するときに少しでも大きくですよ。あ、なるほど、はい、人間も大きな人が生きがる人が多いのはそこですね。そうですね。僕は気にしませんけど、はい、見た目は。てっぺいさんもね、こう昔はこう見た目も優雅で、こう、どうなんですか、好戦的だったんですか。いや、そんなことないですよ。そうです。今と一緒です。今と一緒です。ギャグに生き。ギャグに、はい。はいはいはい。今と一緒です。笑いで勝負、笑いで勝負です。リズムとパワー、そしてギャグです。はい、そしてジャブじゃないですか。そしてギャグ。はいはいはい。カブトムシでなんか一つ立てるとすると、なんか…え、立てるとギャグ、ギャグを…ギャグちょっと一個ある。いきなりですか。カブトムシ…いやいや、そんなにいきなり言われても虫だけに無視ですよ、それはもう。それ何虫でも使えますね。そうっすね。いや、無茶ぶりですね、いつも。